会計士税理士の白岩です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回は独立は怖くないというようなお話をしたいと思いますが、独立開業というのは決して怖いものではありません。そういう私も、以前会社員時代は10年会社に勤めていまして、後半5年ぐらいはずっと独立したいなとか会社辞めたいなと思っておりました。で、正直その頃は独立というのが怖かったんですけども、いざ独立してみるとですね、なんてことないな、大したことないなというのが実感です。で、独立というのも全く想像がつかないので、独立する前までは、確かに怖いというのはあるんですが、もう独立してしまえば無我夢中でやるしかないという中で、これはみんなこうやって泳いでる形にはなるんですけども、それなりに泳法を、泳ぎ方を身につければなんとかなるかなと。泳げなくてもこうやってプカプカ浮かんでることはできると思いますので、そんなに怯える必要はないんじゃないかなと思います。ただですけども、独立するのは簡単でも、その後経営していく、経営というのは継続していくということなんですが、継続するのはかなり難しいです。継続するのは難しい。私のお客様とかお知り合いでも、独立はしたんだけどももうすぐ廃業という方は何人もいらっしゃいますね。やはり継続することができない、継続することができない要因としては、お金がなくなると、売上が立たない、仲間で始めて分裂するというようなこともありますけども、本当に長く続けるのは難しい。独立するのは簡単、勢いでできます。ただ長く経営していく、続けるというのは、これはすごく難しいです。努力と地道な作業と才能と忍耐力とというものが必要になりますので、今後これから独立されようということは、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。独立は簡単です。継続続けるのがとにかく難しいということです。